京都鉄道博物館梅工事蒸気機関車館。梅工事蒸気機関車館は、京都府京都市下京区間期寺町にあった蒸気機関車専門の鉄道博物館。西日本旅客鉄道が所有し、公益財団法人交通文化振興財団が運営していた。2015年8月30日をもって一旦閉館し、拡張を伴うリニューアルにより2016年4月29日に、 京都鉄道博物館として新たにオープンした。本項目では、京都鉄道博物館については、該当記事に譲り、梅工事蒸気機関車館時代について記載する。また、リニューアル前の梅工事運転区についても記述する。1968年3月26日の日本国有鉄道場向会で一世紀にわたり、 日本の鉄道輸送を支え続けた蒸気機関車が1960年代後半以降は急速に姿を消していくことに対し貴重な産業文化財と位置づけをした上で胴体保存を目的とした日本初の施設を設置することが正式決定された。上述決定を受けて1972年10月10日に国鉄により日本の鉄道開業100周年を記念して 京都市下京区にある梅工事機関区の線傾向を活用して開設された。保存対象車両は原則として、その当時現存していた最弱番車を選定するものとして、当初12形式が選定されたが、その後、小山機関区より車両収容力が大きいため再検討が重ねられた。結果、16形式17両に拡大された。1987年の 国鉄分割民営化により、JR 西日本に承継された。また本施設自体が、現役の車両基地であり、蒸気機関車の他佐賀の観光鉄道で使用するで10、K ディーゼル機関車が所属し、検査、修繕も行われている。なお、隣接して、京都市の梅工事公園があり、京都市電の車両が8両保存されている。このうち京気 1K、電車27号が、 胴体展示され、他に7両が生体保存されている。2014年10月25日放送、NHK 総合テレビ、妻たちの新幹線をはじめ、ドラマ撮影などにも使用されることがあった。年末には、鉄道友の会京都支部の手により、帰還車への締め川飾りが行われ、京都新聞に毎年掲載されていた。国鉄公認の講演団体として、 梅工事の蒸し器を守る会が設立されており、第3展示館入り口横で日曜等に入会受付のテーブルを出していた。年会費400円で会員書と記念メダルがもらえて会員は団体料金で入館できた。会の行事としては毎月のプレート磨きがあり、保存機関車の全面ナンバープレートをピカールで磨いた。参加会員には、 会員有志から提供された自家製焼き付け写真がもらえることがあった。一般参加の行事として、毎年秋に京都市教育委員会公認、桜くれパスタ協賛の写生大会を主催している。入会会員の減少と、スタッフ不足そして唯一の収入源であった絵はがきの売り上げ低迷のため、昭和末期に活動停止、解散となっている。選挙こと。 天社台旧二条駅舎閉館時点で、旧梅工事機関区の線形庫及び、天社台を活用した蒸気機関車展示館と旧二条駅舎を移築、復元した資料展示館からなっていた。線形庫は1914年に建設された、鉄筋コンクリート造りで、2004年12月10日に5トン、電動天井クレーン完成、引き込み線とともに、 国の重要文化財指定並びに土木学会専奨土木遺産に選奨された。2006年には JR 西日本により旧二条駅舎と線形車庫保存されている蒸気機関車一式、点検修理の工具一式などが純鉄道記念物に指定された。旧二条駅舎は1904年に京都鉄道が本社社屋を兼ねて建設した日本原村最古の 木造二階一軒風駅舎で、景観に配慮しながら、平安寺院宮を模して作られた。1996年4月に、京都市の有形文化財に指定された。線形庫には、蒸気機関車18形式20両が収容、展示されていた。車両基地としての機能を有し、営業線とも接続されていた。さらに1997年からは、蒸気機関車の検査、整備を、 高取工場より移管している。施設の中央に位置している。転車台は第二次世界大戦期間中に原子爆弾の投下目標になっていた。梅、梅工事を意味する、梅に由来する。梅工事機関車館内にある片道500メートルの展示運転線を用いた SL 列車で蒸気機関車が専用の客車2両を牽引して往復し、牽引機は C62K, C61KD51, K8620K のいずれかが担当していた。またこの指定検員機以外の他の機関車が SL スチーム号の検員を担当することがあった。運転時刻は11時13時半、15時半であるが人が多い場合は何度も往復することがあり、三回目の運転後には機関車に石炭や水を補給するためターンテーブルで 蒸気機関車が回転する姿を見ることができた。ちなみに、梅工事からの出発時は配線の関係から推進運転となるため、注意喚起ブザーを数回鳴らしながら発車していた。京都鉄道博物館でも引き続き運行が行われているが、客車については再オープンに際してリニューアルされている。梅工事蒸気機関車館の一角に設けられた延長500メートルの展示線で、 SL スチーム号の校内運転に使用されていた。この展示船はこれまでに3回ほど位置と線形が変化しており、変化は以下の通りである。ほとんどの車両が1972年に全所属機関区から現役車両として転属の手続きが取られているが、一部は当初から無車席、生態保存だった。1976年に指定されていた C62-1 2009年に譲り受けた1080を除く全車が2006年に車歴簿、保守用工具とともに準鉄道記念物に指定されている。2014年に交通科学博物館から移設された7105もそれ以前の2004年に鉄道記念物に指定されている。2015年8月30日現在の配置車両は以下の7両である。蒸気機関車。 ディーゼル機関車蒸気機関車 b 2 0と八千六百三0の二両が車席は有しないが胴体保存されていた七千百号も二千十四年十月十日に胴体復元されたは入管当初から生体保存であったものいずれも閉館時点二千九年二月二十三3 2四日の複数の報道によれば交通科学博物館が 老朽化し、手狭となっているため本施設を拡張して、新しい博物館を建設。車両などの展示品の一部を、交通科学博物館から新博物館へ移転し、交通科学博物館については規模を縮小すると、報じられていた。そして、JR 西日本は2012年12月19日に、2016年春を、目処に、 新しい鉄道博物館を建設する計画を正式に発表した。それによると、地上3階建てで延べ床面積18,800平方 M の建物を新築し、交通科学博物館から移転する車両も含めて約50両の車両を展示するとしていた。これに伴って、交通科学博物館が2014年4月6日に閉館した。 そして2013年12月19日に館の名称が京都鉄道博物館に決定したとの JR 西日本からの公式発表が行われた。梅小路蒸気機関車館は2015年8月30日をもって一旦閉館し、2016年4月29日に併設される新館と合わせて京都鉄道博物館として再発足した。 ありがとうございます。